家事ストレスっていうのを少しでも軽減されるアイテムとしては、お金を貸して使ったらいいねっていうことで、使わないものだけしまうみたいな形で。テーブルとこの僕を合わせたら、こちらです、このグラス。でも、楽器閉鎖になっちゃって。え？コンコンチャンネルコーナーさんです。実は我が家お家を建てることになりました。ね、お家建てるんだよね。あと髪切りました。このサムネイルだけだと私が建てますみたいな感じなんですけど、パパのこれまでの頑張りのおかげで家を建てることができるわけで、ありがとうございます。パパ、それはもっと最初から言ってください。頭皮見える、頭皮まで見える。ありがとうございますは一回一回だね。誰の口癖が映ったのかね、本当に。6、7年前主人のお家に私の荷物が全部やってきたので、まあ調味料とかもうぐっちゃぐちゃですね、物が多くて。でその後長女が1ヶ月ぐらいの時に千葉に引っ越します。このお家の時は親族も友人も全然近くにいなくて、パパもキャンプや遠征やで年半分ぐらいいないし、誰も撮ってくれる人がいなくて、全然キッチンで調理中の写真っていうのが見つからなかったんですけど、まあガス周りも荒れてますし、食器棚も荒れてますし、チャイルドロックも開けられてますけど。で1年ほど千葉に住んで、今の札幌のお家に引っ越してきました。ねえねえ、ちっちゃいな。キッチンの収納も増えたし、収納用品とかにもちょっとこだわるようになったり、あとはミニマリストって言葉に出会って、いるものだけ残そうっていう精神にちょっとずつなってきてるので、今物増えるんだけどさ、子供がいると。もしいい時はこれくらいは片付いてて、まあ普段バタバタしてる時はこんな感じのちょっと荒れたキッチンという現状でございます。でこれからどんなお家にしたいかなんですけど、こういうお家がいいなしたいなと思っていて、このすごい光が入ってくる感じと開放感と、でこれが今くるみさんのお家なんですけど、私がいつも参考にいろいろと拝見してるインスタのお家アカウントの3名の方に写真使用の許可をいただけたので特別にお借りしてます。すごいね、おしゃれなお家がいっぱいあるんですよ。こちらは織江さんのお家なんですけど、特にキッチンのこの感じがもう私大好きで、ちょっと今こういう感じにしたいなって思い描いてるのとすごく色とかが似ているので参考にさせていただいていて、でこの淡い感じだけじゃなくて、ちょっとこう閉まったところもあるんですね。このレッドシダーの感じとか、これ絶対パパ好きだから我が家にちょっといいんじゃないかなって参考にさせてもらってます。とこちらがすごい、もうキッチンも可愛いし収納も素晴らしいし、お家全体が淡い色使いで、もうめちゃくちゃ私好みのコトさんのお家なんですけど、この洗面所とかすごい素敵だし、こういうニッチの情報とかも何センチとかも教えてくださってて、こういうおしゃれニッチも採用したい。ということで今いろいろと打ち合わせを進めているんですけど、今回は気になるキッチンを見てきました。事前の調べと、あとはまあ実際にそのショールームを見て感じたこと、それ整理しながらどういうメリットデメリットがあるのか考えながら、動画にもまとめつつ自宅どうしていこうかなって考えていこうと思います。今日はですね、キッチンハウスとパナソニックのショールームに行ってきます。本当は少しでも落ち着いて見られるように平日の午前中に入れたんですよ。上の子2人が幼稚園で、下の子だけ連れて行けるように。でも学級閉鎖になっちゃって、で朝本当気がつかないで普通にお着替えして連れて行こうとして、毎朝体温の連絡をするんですけど、その体温の連絡しようとしたら、その土日のうちに学級閉鎖になりましたっていう、2日間ね、月曜日火曜日だから、ちょっと3人連れてでバタバタすると思うんですけど、ね、キッチンはもう主婦的には家の要というか、もう職場みたいなものなのでね、しっかりと見ていきたいなと思います。しっかり見ていきたいなと思います。同じの言ったね。ちょっと牛牛だけ。すみません、朝までありがとうございます。いいよ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 。
キッチンハウスって言うとやっぱりこのメラミン、そうですね、のイメージ。これってその明るいルーナとかの色でも全部メラミン素材ですね。そうそう、同じ素材です。後ろの木目のものも同じ素材になります。これ木みたいなのに、そう、木目のワークトップもちょっといいなと思いつつ、今ルーナピアノベッドはですね、明るめのグレー、この色が、これが、はい、うんうんうん、いや素敵ですね。木の相性ですとか、そういったものが非常にいいので、生で目に焼き付けておこう。いや本色もね、かっこいいんですけどね、うわ、タブレットショップを支持されるのは、やっぱり家事ストレスっていうのを少しでも軽減されるためのアイテムとしては、こう入れるためにこういろいろとこう努力されるだったり、洗い終わった時に洗えてないっていう、また二の手間でここで洗うみたいな、少しでもやっぱりマックス、そうですね、本当使いの食器と同じじゃないですか。あ、そうです、そうです、あ、これです。これでも全然なかった時よりすごい便利なんですけど、やっぱり、もうちょっと大きいのが、全然深さが違うの。で、これでもうちょっと横幅も、これが45cm、先ほど見ていただいたのが60cmで、2でも同じ幅。そう、今でも全然、本当あるだけで便利だけど、やっぱりすごい計算して、そうですね、かぶってるお皿とか、そう、洗えてる人も洗ったりとかするから、このうちだけだったら、本当に2段目とここだけでも完結しそうだけど、そしたらこの、これもなくなるからいいですね。この膝曲げないでできる。洗いに困るものとか乾燥に困るものっていうのが、一番それまな板とか、それから包丁とか、そういったものってこう一つ一つ使うものなんですけども、はい、使ったあとは記録で、まあ、使った後に入れていただいて洗って、次使った時にフィルター出して使って、また使い終わったら戻すっていうサイクルが、まな板あたりですと、やっぱり60度、70度っていう重みで洗うので、やっぱりこう、部品的な効果っていうのがですね、ありますから。そうですね。これはその洗った後しばらくここに別に置いといても全然綺麗な状態だから衛生面的には問題ないんです。そうなんですね。そしたらここに置いといた方がここすっきりするから。そうなんです。特にあの包丁とか菜箸みたいなものはここからここ一時しまうんじゃなくて、ここから足して使っただけでギュッみたいな感じで、使わないものだけしまうみたいな形で。そうですね。高いんだぞ。高いんだぞ。僕のプラスチックなんだ、側面が。そうですね。あ、ステンレスだから、より清潔です。で、乾燥機これぐらいあるんですか？はい、これぐらいあります。じゃあ、そうですね。すごい。これ迷うところだな。あの手が汚れてることがちょいちょい多いからあれにしようと思ったんですよ。あのセンサー、センサーの、はい、センサーは感度もやっぱりすごく良くて、逆に言うとちょっと穴の方がいいっていうのが結構多くて、やっぱりこう少しこう触ってみたいな形で模様が出てくる。そうなんです。センサーも早くなってる。あ、センサーのこのかざして出るまでのなんかレジのバーコードじゃないですけど、はい、っていうのが嫌だったらタッチもあるかなって。あの一メーカーさんですと感度が良すぎるので、物がスライドするだけで汚れるだけで出ちゃうっていうのがあって、わざと裏に作ってるっていうメーカーもあるんですよ。あ、そうなんですね。いやでも本当にセンサーなんですね。いらないな私は。あ、でも本当ね、確かに反応しすぎて困る人もいますもんね。そうですね。あ、でも今日ちょっとこれやれてよかった。なんかずっとこのセンサーにしようかなと思ってたけど、パッチも結構すごい反応いい。いいですね。でもこれは普通にはなり、なりますか？別でっていう形になりますね。いくらぐらい？16万円。16万円。国産のパッチの水線とかも同じぐらいなので、
水泉ではちょっと珍しいステンレスで作られている水泉、一般的にはメッキっていうのがこれはですけども、あ、そうですね、あんまりキラキラした感じですね、ゴトゴトしてない感じ、ちょっとなんかマットじゃないけどピカピカな傷がついてるような輪だと質感が考えるものはどちらかというとかざすセンサーはないんですか、ないんですね、まあ、海外のメーカーです。キッチンハウスとかの目すごいおしゃれですよね、目の感じが。キッチンハウスさんでこう作った時にテーブルも一緒にできるのも、はい、そうですね、はい、同じものです。キッチンハウスさんのベーシックと、はい、あとはもう一つあのパッケージ型商品でグラフトヤドっていう商品がございます。ベーシックでもそれは選べるんですか、あのテンパクトとミラー、ベーシックでできないと、キッチンハウスの方がもともとオーダーのキッチン引き出しの構成が自由なのでサイダーがベーシックができると思う、引き出しの例えばパワーですとか例えばこういう引き出しを見たりしてたら特注ですと、ね、細かないろんなところまで一応ご作業ができるので作り方は全てオーダーと一緒なんですけども、ここ A4 ファイルは入るの幅、ここは入らないんですね、なので、ああ本当だ、じゃあここ1メーターのキッチンだったらベーシックでもないんですね、ベーシックはないんだ、あベーシックは90センチ、ああそうなんだ、そこの違いなんだ、じゃあベーシックにした場合はここはまあ小物で書類とかを、はい、入れる感じで何センチなんですかね、ここありがとうございます。ここの扉のここまでで20約1センチぐらいですね。結構ここの収納大事だからな、よく使うとこ。かっこいいな、キッチンハウスのグラフとか。ご飯出来上がってる。ステンレス。ステンレス。人参のグラッセが。ねえ、おものもとなのに。これ、IKEA なんですよね。IKEA はもうこのセットが全部ステンレスで使えます。すごい。すごいおしゃれ、ママごとキッチンなのに。いいね、入っちゃってるもんね。すごいよ。ピアノベトンにして、後ろのマーカーをノッティーナチュラルいいなって。これがノッティーナチュラルですね。あ、ムッティブラウンも結構いいな。なんか見比べるとやっぱり結構しっかり濃いめのブラウンですね。せっかくキッチンハウスさんに来たらテーブルとこの木を合わせたいと思ってるから、テーブルもこうなると思って考えると、そうですね、はい、パパ用にこれブラウンで、ちょっとノッティブラウンでノッティナチュラルですね。あ、パパ用でノッティナチュラル。ノッティブラウンもパパが好きそうだし、なんかこの組み合わせもいますか、ね、すごい、そうですね。ルーナとこれってあんまりない。ルーナとの組み合わせはあんまりないですね。あ、そうですよね。こちらだとルーナとかとの組み合わせ結構。ノッティホワイト。ノッティナチュラルのつもりで考えてたんですけど、こうやって食卓で見るとノッティブラウンもすごいかっこいいですね。やっぱかっこいいなぁ、いいなぁ。キッチンハウスさんとかいる、こことここ全部セットのセットでですもんね、ベーシックとかグラフテクトも。そうですね、あの、テープ合わせて、こういうふうにしてくれる。そうですよね、持って考えよう。でもすごいグラフテクトも、うん、グラフテクトとキッチンハウスのベーシックで、はい、違うところ、できないところって、グラフテクトは、まあ、11レイアウトっていう11パターンの、形だけのまず構成と8色っていう色展開。あ、色はそうです、はい、でベーシックはキッチンハウスと同じ約30度からを天板と扉面との変更が可能。じゃあこれもベーシックです。なのがグラフテクト、グラフテクトですか、グラフテクト、同じ面材だけど、ここの厚さとか
細かなとこがね、違いますよね。厚みを気にされないようにしたら、そうですね。そうです。あ、ロウソクやら。びっくりした。あ、いや、これ使ってます。助かる。あ、閉めた。もうメッセージが早いって言われて、届かないなんですよね。パントリー設けた収納量があるんだったら、ここを圧迫感まで絞りつけずに、ここだけと思って止めてくれよ。そうですね。ああ、そうなんですね。シャワー派の問題。ああ、確かにちょっとそっか。そうですね。なんか野菜やろうぐらいだったらここまでする必要ないから、まあちょっと弱めでここで常にこうしておいて、これぐらいなら跳ねないっていう感じですね。なるほどなるほど。体験できてよかった。出てきそう。この水槽はのタッチ水栓を出して触ると、マッティキはちょっとこういう節が結構強めな感じだ。そうですね。うち多分オーク系もオークナチュラルとかサンドオークも素敵な色。グレー系のグレーシュな感じの色の組み合わせとかすごい。そうですね。そう、グレーシュ系が多分キッチン好きです。でもうちの今なんだっけ、洗面所とかで割と結構こういう濃いめの色1個使ってて、それもそれでかっこよかったんですけど、キッチンはグレーシュ系で。ね、このクロートっぽい形。大いですよね。これ、これだ。今人気の。ビジネスとかでもすごく人気があって。